中央党、中央党、中央党、独、ゼントラムスパルテは、ドイツのカトリック系、政党。1870年創設のドイツ現存最古の、政党である。現在は、新中央党、新中央党、独、ノイエ・ゼントラムスパルテと並立している。現在のドイツに大政党の一角を占める、キリスト教民主同盟とキリスト教社会同盟は、 人脈的にこの政党の流れを組んでいる。八百七十年十二月十三日に、プロイセン王国の議員四十八名により、創設された。ドイツ帝国成立後の新しい帝国議会においては八百七十一年三月三日に、議員六十三名により結成された。構成員は大多数がカトリックであり、カトリック政党の側面が強かったが、創設当初から、 少数ながら、プロテスタントもおり、公領の上では、宗教的自由を擁護する政党とされているだけで、どの宗派擁護するとは書いていなかった。なお、東米の中央、ゼントラムとは、保守派と自由主義派の中間に議席があったことに、由来する。ドイツにおいてカトリックは、バイエルン王国をはじめとした南部に多かったが、北、ドイツ、プロイセン王国は、プロテスタントが、 多数派であった。プロイセン王国はドイツ帝国の中枢であったからカトリックはドイツにおいて少数派であった。帝国最小オットフォン・ビスマルクはカトリックの反政府活動、またカトリックを媒介として反政府勢力がフランスやオーストリアと結託することを恐れカトリック教会やその信徒へ激しい弾圧を加えた文化闘争。ビスマルクが カトリック弾圧を決意したきっかけの一つは、中央党の結成にあった。カトリック教会弾圧立法が次々と制定される中、1876年までには、プロイセンのカトリック司教全員が、関係に逮捕されるか国外追放されるかした。同様に1880年までには、カトリック司祭職4600人のうち1100人までが空席にされた。 カトリックたちの抵抗運動は、教会と中央党が主体となった。プロテスタントからの自己防衛のために、中央党の結束力は固まっていった。カトリックの80%が中央党に投票し、1873年のプロイセン王国議会会員選挙とドイツ帝国議会選挙では、中央党が躍進した。しかし、カトリック以上に厄介な社会主義勢力の、 対等により1870年代末ラビスマルクはカトリックとの和解を図るようになり弾圧を緩めた。結果、政府とカトリックの激しい敵対関係が収束に向かい中央党の結束力も緩み1880年代半ばから得票をだいぶ落とした。1887年には教皇とビスマルクの間で和解が成立した。中央党は 文化闘争以前の状態に戻すことを求めていたが、教皇はドイツ政府がカトリック聖職者の育成と任命に介入するという五月法の撤廃だを求め、これに応じたビスマルクと教皇の間に和解が成立したのだった。和解方法をめぐって中央党と教皇の間に対立が生じたことからも、わかるように中央党は完全なカトリック教会の従属政党というわけではなかった。 これは中央党が地域の教会を中心とするカトリック社会のネットワークを基盤とし、中央党指導部は教会とは一応別個の議会戦略を立てることができたことによる。カトリックと同じくドイツ帝国で少数派に当たるのが自由主義勢力や社会主義勢力であったが、中央党はこれらの勢力とも関係が悪かった。 自由主義者や社会主義者は宗教を公的生活からは、切り離して、私的生活に押し込もうとしていたが、中央党はこれに激しく反発していた。こうした人々から中央党は、聖母マリアムクジュ体信仰、語病表、強行不可病説といった、非合理性、逮捕性の象徴とみなされていた。中央党の党内機構は、除人主催性と称する、過当性が取られており、 党内民主主義はほとんど存在しないに等しかった。したがって、中央党はドイツを民主化させるために戦うこともしなかったので、政府とカトリックの対立が終焉に向かうと自然と、中央党と保守勢力は密接な関係を持つようになった。1880年代から90年代前半にかけて、中央党では同党の支柱層である中間層や、 農民の声を反映して、党指導部の交代が行われ、カトリック貴族や聖職者に代わって、ブルジョワが中央党銀団の中心となっていった。ブルジョワが中心となったことで、中央党は利益政党の性格を強め、反対政党から体制側の政党へと変化していく。利益政党になるに従って、カトリック政党である必要性が薄くなり、 中央党内では脱宗教論争も起こるようになった。しかし産業化の進展とともに、中央党内でも労働組合勢力が台頭し、中央党の農村保守的な要素は減退していき、マテアスエルツベルガーら左派政治家の発言力が大きくなっていった。彼らは政府への過度の接近に反対し、政府の植民地政策に反対し、ドイツ社会民主党、SPD とも良好な関係を持っていた。 中央党指導部もこうした声を抑えきれなくなり、1907年にはベルンハルト・フォンビューロー最小を率いる政府との関係を絶った。続く最小テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベーク時代には、保守党と共に国政ブロックという与党号を形成したが、1912年の選挙で社民党に大敗を喫した。第一次世界大戦において、社民党は和解の平和を主張していた。 中央党ははじめ保守勢力の主張した勝利の平和を支持していた。しかし、戦況の悪化で徐々に勝利の平和論から離れ、1916年7月、はじめの帝国議会ではエルツベルガーは海軍批判を行った。1916年末から1917年、初頭の冬にドイツは物質的窮乏と食料を不足に苦んだため、エルツベルガーの主導のもと、 中央党も和解の平和の考えに乗るようになり、社民党と中央党と新歩人民党の三党で平和決議を帝国議会で採択させた。大戦末期にはやはりエルツベルガーの強力な指導によって中央党はドイツの議会政治導入に中心的役割を果たすこととなった。第一次大戦後のバイマル共和制に対して中央党では キリスト教の価値観が脅かされない限り、共和国政府に協力すべきことが唱えられた。バイマル共和政書記に独立的なバイエルン州の中央党の人々がバイエルン人民党を組織して分離している。小党分立のバイマル共和国においては、連立内閣となることが前提であり、中道の中央党は左派、右派のどの勢力との連立も可能であった。特に、 ドイツ社会民主党とドイツ民主党と連立して中道左派のリベラル与党を形成することが多く、これを、と呼んだ。中央政府においては右翼と連立することもあったが、プロイセン州では中央党は一貫してバイマル連合で与党を形成していた。そうしたこともあり、バイマル共和国において社民党と並んで最も多くの首相を輩出し、 歴代政権において主導的な役割を果たした。コンスタンティン・フェーレン・バッフ派、1920年6月から1921年5月、ヨーゼフ・ビルト、1921年5月から1922年11月、ビルヘルム・マルクス、1923年11月から1924年12月、1926年5月から1928年6月、 ハイン・リヒ・ブリューニング、1930年3月から1932年5月の4人の最小が中央党所属であった。フランツ・フォン・パーペンも、もともと中央党所属だったが、組閣要請を受けない約束を保護にして、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領から首相職に任命された経緯があったため、中央党はパーペンを除名し、その後も激しい攻撃を行っている。 中央党は常に政権与党にいることでバイマル共和国の政治に一貫性を与えていた。とりわけ三度にわたり首相を務めたマルクスと長きにわたり老将を務めたの存在によって政策の一貫性が担保されていた。しかし党内には共和国を支持する勢力と共和国の体制はあくまでも暫定的であるとする二つの勢力対立があった。1920年には 同党のバイエルン支部が独立し、バイエルン人民党を立ち上げた。1928年には、党内対立が激しくなり、聖職者のルートビヒカースを党首として、朝廷を図った。中央党の一部には、親ナチズム的傾向を持つ人々も存在したが、教会を敵視していた、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党と中央党の関係は良くなかった。しかし、 ボルシェビズムへの敵主と裏切り者、パーペン内閣への敵対という点では、両者の利害は一致していた。国家人民党のアルフレート・フーゲンベルクは、ヒトラーからカオスまでの右派連合を構想しているが、結局連立は成立しなかった。1933年にヒトラー内閣が成立し、ドイツの治安権力がナチ党によって握られた後、カオスと中央党は、 全権委任法への賛成を迫られた。中央党幹部会は拒否しても無駄であると考える者が多数となった。党内で予備投票が行われたが反対者は12名ほどであり、多数決原理によって党員全員が全権委任法賛成投票を行うこととなった。全権委任法が第5条で次元立法であると規定していたことも政権側の譲歩の表れとみて、 中道政党として賛成に回るべきだとの絵を後押しした。しかし結果的にはこれによりヒトラー独裁が決定的となった。全権委任法成立後間もなく、パーペンとカースが連れ立ってバチカンを訪れ、ドイツとバチカンの政教条約締結交渉を行ったライヒスコンコルダート。中央党はカースを裏切り者として非難し、5月6日にブリューニングを党首としたが、 党内の混乱は収まらず、7月5日に党は自主回答した。これはナチス側も察知していない突然の事態であった。ライヒスコンコルダートには聖職者が政党活動を行わないという条項が存在し、聖職者を多く党員としていた中央党にとっては党の成立基盤を根底から否定するものとなった。ナチスドイツ期において、 旧中央党員の多くは沈黙し、またはブリューニングのように亡命を余儀なくされたが、矢のように反ナチ運動に参加する者もいた。第二次世界大戦後再建されたが、戦前からの党員の多くは、新党キリスト教民主同盟、セティの結成に参加した。このため1949年の選挙では、西ドイツ連邦議会に10議席を獲得したものの1953年の、 去では3議席に止まり、1957年以降は国政レベルでの議席獲得はない。2012年に新中央党が分党した。現在の中央党党首は、下都副市長、元市議会議員のである。新中央党の党首はである。なお、2018年11月現在中央党のほとんどの州支部のサイトは、 アクセスできなくなっているが、中央党本部の新しいサイトは閲覧可能である。新中央党はウェブサイトを失ってしまった。平世期の帝国議会、ライヒスタークにおける、中央党の統制。バイマル共和政局から、ナチス政権期の国民議会、ナッシュナルバー産卵、1919年時のみの議会名称及び国会、ライヒスタークにおける、 中央党の統制。ドイツ連邦共和国の連邦議会、バンディスタグにおける中央党の統制。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。